たちの裸が見えちゃうのはあくまでも事故。おとぴーからたまにいかつみの裸が見えちゃう。積極的な裸じゃない、消極的な裸だって。そう、カワルサでしょ。僕の名前はその全く反対です。何、サルワカっていうんです。あ、カワルサの反対、サルワカ。じゃあ君は変わらないってことだね。そういうことになるんですかね。数字の 0.99999 はいつまでも 0.99999999 と無限に続いて、決して1になることはありませんでした。そこへ足跡姫という女神が現れたのです。そして足跡姫はその無限を足毛にしました。無限に続いていた 0.99999999 も突然1になりました。命の誕生です。無限に続かない終わりのある命が誕生したのです。